おはようございます。なんかニューヨークに到着を今日はこんな感じよ。ニューヨーク中心のタイムズスクエアであるお店が復活したそうですね。こんな感じ。さあ、クイズのお弁当ね、グリーンとゴールデンキュウリ、グレートね。これはね、俺の愛、あっち行けって言われるけど俺の愛だよ。はい、こんな感じ。あの緑が足りないし、なんか今日スペース空いちゃったなって時は、今日スペース空いちゃったなって時はですね、
キュウリのキュウちゃんでございます。はい。キュウリのキュウちゃんでね、なんとかね、まあ細かいそのなんとかな大きさっていうのはね、汎用性高いですね。今日どうしようかなと思って、あれ足りねえとか思って。まあでもこんだけありゃね十分でしょうよね。で今日はね、稲荷揚げをちょっとの皮をね、稲荷揚げの皮をちょっとその乗せてみました。ぴったりサイズいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで続き朝ごはんでございますよ。頑張ろう。はい、お疲れ様です。どうも。イエイ。というわけで、今日の朝ごはんこんな感じ。今日はね、温泉卵に挑戦だよ。ね、うまくできてるかな。白身が生だったらごめんなさい。ね、そして、ハンバーグ、ソーセージ、という、オーソドックス。ね、はい。そして、こちらね、はい、こんな感じ。うわー、やっぱ迫力あるね、14個。14個迫力ありますわ。はい。こっちからも来てみようか。はい。よいしょー。というわけで、お疲れ様でした。また後ほど、どうぞよろしく。
お疲れ様です。おはよう。さあ今日はね、三色の、うわー来た。赤がないね。やっぱ赤必要だね。赤一個あるとやっぱり入るね。三色丼だけど赤ないとちょっとね。そうね、こんな感じ。こんな感じですよ。クリームカニクリームコロッケメンチカツあカニクリームコロッケ手羽餃子、カルビ牛カルビですか、ね、そんな感じでございます。はい、いやそれダメだって言ってないの、うん、インドパキスタンというのはアメリカからすると同盟的な関係の部分もあれば、うん、あすごい時間かかるこれやばかった。というわけで引き続き朝ごはんでございます。よろしくよろしく。はい、お疲れ様です。朝ごはんも終わった。いやー、時間かかった。三色丼やべー。はい、朝ごはんこんな感じ。鮭、ハッシュドポテト、そしてカニクリームコロッケ、弁当の残ったやつ、でございます。ね。まあ、和洋折衷って感じでしょうか。で、こっち、ね、ドン。こんな感じでございます。ね。はい、こう。ここでございます。よいしょ、ね、こんな感じでございます。どうも、あー疲れた、ね、すげえ時間かかった。お疲れ様でした。ねえ、うん、ねえ、どうぞよろしく。
はい、お疲れ様です。さて今日のお弁当こんな感じ。赤、緑、茶色、カレーコロッケの黄色、うん、私はそれは違うかるかな。黄色いの、あとのり玉の黄色、そこ防衛じゃないけれど、外国から侵略されて自発的に、あと黄色だね、卵焼きやね、卵焼きめんどくさいね、こんな感じ。国防の義務っていうのは違う問題で、国防の義務っていうのは私は、まあ、世界の中に憲法の中に書いてあるんだけれども、でも逆に言うと書いてない国の方が多いですよね。そうです、今はそうだけど、いかがでしょうか。国防の義務っていうのは、はい、というわけで引き続き朝ごはんです。どうぞよろしく。お疲れ様、朝ごはんできたよ。今日はね、焼きうどんの上に温玉、で牛丼と、まあ、弁当の残りですね、ちょこちょこっと乗せました。そしてもっと食べたい人あるよ、はい、お弁当もね並べたらこんな感じ。迫力カラフルよ。はい、いいよ。どうでしょう。はい、ありがとうございました。ああ、変わった時間、2時間ぐらい変わっちゃった今日。よかったらグッドボタン押してください。アップロードした瞬間にバッと押す人ね、なんか言いたいことあったらもうラジオに来てね。はい、というわけでお疲れ様様、動画一つ。